ゴッド VS キングダム、キングダムが選ぶワルキューレ楽曲、ゴッドなら余裕で当てれる説。イエーイ。もうね、そんな余裕よということで、私キングダムがね、厳選した5曲を、ゴッドは余裕で当てれるということなんで、まあ当てていってもらおうかと思いますと。はい。ちょっと範囲の話だけさせてもらっていいですか。マクロスデルタ楽曲圏。デルタが、あの、デルタ楽曲。闇幽霊は入る。デルタ楽曲で、さっき送ったリストの中の。あ、今見たリストの感じだとカバーもあるけど、カバーもあり。51曲全部ですね。なるほど。入ってるかどうかわかんないけど、入ってる、あの可能性はあるのね。はい。で、まあ何もない状態だとまあわからないんで、はい、ヒントみたいなのをまあ事前に送りましたと。はいはい。一曲目が全楽曲でまあ一番印象に残ってる曲。ほうほう。二曲目がワルキューレといえば。いえば。三曲目ライブでみんなが泣いた。かもしれない楽曲。あの、これはちょっと絞れるかもしれない。4曲目好きな曲に上がってくることはまあないけど私は好き、世間的にはってことかな。5曲目、新たなる始まりの曲。これはちょっと当たりついてるかな。まあこの5曲ですね。で、はい、まあチャレンジは10曲以内にしましょうかね。なるほど。だから半分当てないとダメってことやな。まあ、半分、そうや、5分の1、ん、あの、51の選択肢の中から10個だけ選んで、そのうち5つ当てることができたら、俺の勝ち。そう。なんと、クリアした場合は、ライブ当日に私から、フードを奢ってあげましょう。ああ、ライブ会場で、ライブ会場で今回フードが販売されるみたいなんで。ああ、なるほど。それを一品。一品。一品。一曲ごとに一品とかじゃない。は？その回お前外れたら払えよお前。ああ、逆に俺が一品おごるってことね。ということで、クリアできなかった場合はゴッドさんから私におごってくれるみたいと。でだいぶ、まあ、まあ、4曲は割と先に決めたんだけど、5曲目だけがちょっと、まあ、出てこなかったから適当に決めてしまった。では、お、第1チャレンジ、何の楽曲を選びますか。これはその新たなる始まりの曲。おう、まあまあ別にそれじゃなくてもええねんけど、の、あ、まあ、そこからアプローチして考えたら、やっぱ新たなる始まりって、劇場版で出てきたのが闇幽霊が、真っ先に頭に浮かんだんです。おう。けど、そんな簡単に活かしてくれへん。いや、だからその新たなる始まりっていうのはそこじゃなくて、神聖ワルキューレの始まりの曲っていうことで。おう。ウィズ・フレイヤーっていう考え方がある。おい、ハリソンだもん。神聖、うん、まあそういう観点か。こいつ、あ、違う。お願いします。5番の、あ、いや、ちょっとそこ限定されんの。楽曲は恋晴れではありません。ちなみに1から4でもありません。ああ、なるほど。ってことはハズレです、恋晴れは。あ、じゃあもうグロインザダーク。グロインザダーク、もう早くももう2回目のチャレンジと。いや、もうバンバンいかない。グロインザダーク。グロインザダークは新たな始まり。
5番ではありません。うわマジか。ちなみに1から4でもない。やろうな。5じゃなかったら1から4でもない。これで10分の2を使いました。ああ、なるほど。はないと思うよな。ダイヤモンドクレバスとか星間飛行とかその辺を持ってくることはないと思うから。本当にいいんかそんな。そんな言われたら悩んじゃう。では3曲目何を選びますか。まあ、3番のライブでみんなが泣いたかもしれないっていうことは、あ、ね、はい、あフィナーレっていうよりかは中盤のバラード系っていうかバラードになったのかしらけど、こううるっとくるってくる。はい、あ、いや、ちょっと待って。あ、ライブでみんなが泣いたか。みんなが泣いた、ハテナかもしれない。あ、かも。あライブでか。アニメでやったら、これ。どれ？まあ、まあ、どれ？あ、いや、回答じゃないけど。ジラフ？今、選択。おぉ。ジラフかな？ジラフルスかな？と思ったけど、アニメでってあえて言ってないか。え、個人的に泣けんなって思う曲をいきますね。あ、はい、大ちゃんと俺がシンクロしてると信じて。風は予告なく吹く。風は予告なく吹く。3番予想。3番予想、風はよこくなく吹く。残念。違うよな。まあ、1、2、4、5でもありません。はい、違うよな。3個外したな。真っ先に見た PV が僕ありまして。おお、いい。うん、あの前も話したと思うけど、その曲の1恋か。そう、一度だけの恋なら、はい、で、あのこれ押すコンテがさらにあって、おう、確かアニメ前に公開してた唯一の PV やったはず。唯一か分からないけど、アニメ前に公開してて、かつこれあの撮る準備してる時に、うん、キングダムが口ずさんでた1恋やったはずなんで。おお、ってことは、そう、一度だけの恋なら2番予想か。2番予想1恋。なんとついに、お、当たりませんでした。2番ではありません。1、3、4、5でもありません。全然当たらない。あのライブタイトルになってたみたいな。ではどの曲いきますか。いやでもこいつ あんまマルチュールアタック押してないからな。いや押してるわ。キングダムは毎回ライブ T シャツ着てるわ俺。いや、ライブは押してるけど、あの楽曲としては押してないからな。いや、押してるわ。こいつなんかこう、ミラオンの方が好きな説あるからな。じゃあ、いけるんちゃミラオン。いや、もう外せないよ。4人に1人、4、4。いや、適当に言ってるだけだから、わからんよ。あ、マジか。数字意味ないんかよ。さあどれいきますか。バルキューレといえばっていうのかな。あんなにポンポンと言っとったやんけ。いやもうだってさ、これ間違えれる最後の機会かもしれへんよ。いやでもまだ T シャツ着てるって言ってたし、はい、確かにライブの時 T シャツ着てるって言ってたし、ワルキューレアタック。ワルキューレアタック何番予想で。2番。
2番ワルキュア・レアタックではありません。 T シャツキング。トンチなんでホットプレス油入れてねえか。この辺やと思う。おう、ちで、なみに風はよく。なんで唇の凍傷は泣ける曲な？なんかジラフとゴッドブレスユーはわかるけど、愛してるなんだ。も確かに。今ので唇の凍傷が外れた。いや、ジラフは多分ライブでみんなが泣いたとは言わへんと思う。だってアニメのシーンでの方が印象はあるから、ライブでっていう言及はせんはず。おってなるうと、と、で、さっきので唇の凍傷も外れたから、で、アライブも、なんかその、声出されへんかったっていう、ちょっと、まあ、時勢のあれで、感情が高まりきりにくいところもあったやろうから、愛してるか、ゴッドブレスユー、二択やな。おう。ってことはどっちも行けばどっちか当たるっていうことや。お前の中では。え、キングダムは人間の機微とかそういうのに疎いはずやから。では、ゴッドブレスユー。ゴッドブレスユー。3番予想のゴッドブレスユー。お願いします。これで外れればチャレンジ失敗となりますが、なんと、ここに来て、不正解です。正解。不正解です。どれも当てはまってません。どれも当てはまってないよ、ゴッドプレスああ、そういうこと、いつから動くか。これ6個目の答えだ。は。はい。ってことは残も念。う、はい。チャレンジ失敗か。7曲目は？愛してる。愛してる。残念。うわい。うわい。あらゆる祈りの歌。ライブ。3番予想。3倍予想。やっとか。外れです。よい。な、ジラフブルース。これ究極名で。一曲だけでも当てて帰る。ジラフ。残念。マジか、お前、何で泣いた？ 何で泣いたの？え？何、どう、何だって、曲調的な話じゃなくて。最初に言ったらいろいろこう加味して。泣いた？あ、でもあれか。泣いた？現場におったら、泣いた？はて泣いな。たかどうかって、わかるっちゃわかるんかな、もしかしたら、ライブ会場におったら。だから、その、行かれへんかったけど楽しかったみたいな、そういう涙みたいな意味で、ほう。こう、配信ライブやった時のやつで、ルンに花咲く声もある。ルーンに話す声も 新たなところから出た楽曲ですが、あの種目。ルーンに話ラストチャンス、ルーンに話す声もある。やっなと、の種目。残念。一回いきます。ルンに花咲く恋もある。あ、音声トラブルがありましたが、10曲目はルーに話す声もある。はい。まあ、最後の最後でやっとですね。ゴッドさん、正解しませんでした。次。全曲外れです。そんなこチャとレンある？全一緒にライブ行って大丈夫かな、俺ら。楽しめるかジ。ではこんな11曲目答えてください。いや、もうわからん。え、何で泣いた、こいつ。もうちょっとヒントくれへん。まあ、3番は、うん。
これまでの候補で出てた曲やね。唇の凍傷でいいんすか。いやもう何も答えてもあれやから3番なんと唇の凍傷でした。外させるようなこと。なんか唇の凍傷なんでなったって聞いたんって言ったからないんかと思った。はい、3番の答えは唇の凍傷、ライブでみんなが泣いたかもしれない曲。なんで外させる。外したのはお前や。あ、まあ、そうやけど、あ、これはですね、まあのぞみらがライブ出られないかもしれないっていう、ワルキューレリボーンのライブの時に、幕が上がった時にね、のぞみらがいたことで皆さんが泣いたかもしれない楽曲として選ばせていただきました。リボーンって確かのぞみらが妊娠してた時の、いや出産した後や。あ、出産した後か。出産した後あのなんかの楽曲でこうゴンドラの中で一緒に座ってたみたいな。座ってはないわ。あ、座ってはない。椅子が用意されとった。ああ、優しさがあったけどそれを乗り越えて頑張ったみたいな。はい、唇の凍傷でした。楽曲はですね、まあゴッドさんも多分見たことがあるでしょう。踊りを、踊りを、え、トゥーオールザドリーマーズじゃなくてやるこれなんでもない。踊りを見たことがある。踊りを見たことあるでしょう。ライブ映像でとかじゃなくて踊りを見たことがあるでしょう。踊りを見たことがあるでしょうだけやったらライブ映像見てたら大抵見てる。覚えてるでしょやったらまたちゃうけど、見たことは大抵あるんちゃう。マジか。あと踊りについて覚えてるもので言ったら俺はサイレントハッカーやけど。じゃあサイレントハッカーでよろしいですか。いや、よくないよくない。全楽曲で一番印象に残ってる曲ではない。いい曲やけど顔ではない曲やから個人曲ではないはずやねんな。じゃあ4で上がるかもしれへんや、サイレントハッカー。あ、確かに4番おねの子ガールではないです。あ、マジか。まだ間に合うでもないです。サイレントハッカーでもないです。はい、踊りを見たことがある。踊りが特徴的ってこと。まあ、まあ特徴的、特徴的かもしれへんな。他の曲とはこう一線を、なんかあの歌マクロスの演出で結構凝ってたなって思ったんが、ミラオン、未来は女のためにあるなんですよ。お、じゃあなんか未来は女のためにあるではないっす。あーあーバカ野郎。曲名にダンスって入ってるからダンスインザムーンライト。ダンシングインザムーンライト正解です。マジ。ダンシングインザムーンライトは5番の新たなる始まりの曲。5番新たなる始まりの曲、終わりでもあるし始まりの曲だと思ってるのがこの楽曲。これちょっと解説お願いして。うん、なるほど。あんま共感できてないな。多分俺が知識が薄いせいだろうな。あー、ちょっと待って、全楽曲で一番印象に残ってる曲、絶対レードノバディック。お、絶ノバ。なぜ絶ノバ。俺にとってそうだから。正解です。うわ、マジで。1番絶の場でした。あ、そうなんや。全楽曲の中で一番印象に残ってる楽曲。そうなんや。あ、そう、自分、俺初めて心が通じ合った気がする。理由絶対違うけどな。そう、なんで。ん、俺が印象に残ってる理由は、ファーストライブの1日2日ぐらい前に絶の場の CD ですね買った時に、まあ、ついてくる
まあ版権みたいなイベント参加権があって、なんかワルキューレサインを交換しようっていうイベントですね。まあそれに行きましたと、はい、神戸に、はい、ではまあ順番待ちっていうか整理券みたいな順番の、まあ30分ぐらい待っとったんかな。その時に永遠と絶の場が一番ずっと流れとって頭の中で、まあ、2日間ぐらい絶の場がループされとったからすごい印象に残ってる楽曲と。ごめんな知るか。いや簡単な問題でしたね。聞き分けない絆スパイラル、聞き分けない絆スパイラル、チェンジ、チェンジはチェンジはあかん、チェンジはあかんな、チェンジはあかんわ。聞き分けない絆スパイラル、チェンジ、チェンジ、チェンジじゃない、チェンジじゃない、はい、残念。ああ、リンゴの歌も残念。ああ、全部嫌いだ。あとチェンジはごめん、その枠に入れるべきではなかった。これで21曲やって3問正解です。現在分からんって。逆に俺が好きなとこ行くわ。ラブサンダーグロウ。ラブサンダーグロウではない。なるほど。あ、ちゃうやろな。ラブサンダーグロウやったら、つらみ進行形。つらみ現在進行形。あ、現在進行形ではない。現在形じゃん。現在ではないですね。涙目爆発音。涙目ばっかゾーンではないですね。ジリティックビギナー。ジリティックではないですね。ではそんなことないと思うけど、不確定性コズミックムーブメント。コズミックムーブメントでもないですね。せやろな。なんと半分答えましたね。当たらんもんやな。無限大ドライブ。無限大ドライブ言ってないか。じゃないですね。言ってないかって言ってる時点で外れてるのかな。ノーザンクロス。ノーザンではないですね。カバー曲入れてたらマジで聞けるけどな。メジャーはメジャー。いや、ああ、わかんないよ。この50曲の中でアンケートを取った時に好きな曲なんですかって言った時に下位 25% に入る。はい。下位、下位 50% 入ると思うよ。はい、入るね。ああ、あんま強く言うな。ああ、個人的に結構好きやけど、あんま推してる人おらんなっていうのはあって、ネオストリーム。ネオストリーム。あ、でもではないですね。な、まあ、ネオストリームも、まあ、なんか、クロート向けの楽曲的な感じがするけどね。あ、ネオストリーム。そうなんすか。個人的に。トップ5に入れろって言われたら入れへんけど、割と好きみたいな曲でみんなが選びそうな、アブソリュート5。アブソリュート5。いや、5入れるかみんな。え？うん、いいんすか？はい。正解です。これ多分ワルキューレといえばのもんじゃない。そうです。2番ワルキューレ。あの歌詞の意味的に、そう、いろいろと語が散りばめられてるアブソリュート5が個人的にワルキューレといえばの楽曲でした。おーい、30曲目で4曲当たりました。さすがゴッドさんです。4番もうちょっとヒントくれないですか。好きな曲に上がってくることはないが、私は好き。もう大体出てねん。ほぼ答えみたいなヒントくれないですか。あの20曲の中であるわ。いや、じゃあ分かってんねん。それは分かってんねん。あと20曲言いたくないから言ってんねん。フロンティア楽曲の中にはありません。ああ、よかった、それはよかったわ。入ってたらほんまに
アイオボでもないよな。アイオボではありません。ハズレです。回答したことになってる。あ、綺麗な花には毒がある。綺麗な花には毒があるではないですね。ああ、そうか。闇キューレ楽曲で結構俺の中で3位やったからかな。ってことは Here the Universe。 Here the Universe 正解です。あ、マジか。そう。あ、まあでもなんか、うん、上位 50% ではないのはいい曲やけど、上位 50% に投票されなさそうではある。あ、なるほど。なるほど。合計33回答えました。いや、あのさ、もっと分かる曲。いや、まあ皆さんにとっては簡単だったと思いますが、ゴッドさんは何も分かってなかったみたいです。何も分かってなかったけど、分かってる人でもこれスッスッスッって結局以来答えれたか。余裕と言ってたのに。お前とマクロス談義する彼女ぐらいやろ答えれんの。という感じで今回はこの辺で終了としたいと思います。はい。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ではまた次のバックルス動画の方でお会いいたしましょう。何食いたい。